パワハラ疑惑の告発文書をめぐり、孤立が加速している兵庫県斉藤元彦知事468月30日に続き9月6日に開かれた百条委員会の承認尋問でもパワハラ疑惑を否定し、亡くなった元局長が作成した告発文書について、誹謗中傷性が高く公益通報には当たらないと主張。元局長に対する処分も 適切だったとの認識を示していたしかし9日には選挙で推薦した日本維新の会が斉藤知事に辞職と出直し選挙を要求兵庫県議会では最大会派の自民党なども辞職を求める方針を示しており斉藤知事の後援会組織兵庫を前に進める会の大山一代表幹事アシックスシニアアドバイザーも辞任していたことが明らかにまさに ソース感状態だが、家中にある本人は、ガンとして、考えを改めるつもりはないようで。10日午前に報道陣の取材に応じた、斎藤知事は、県民から、どのような声をかけられたか。との質問に、激励の声かけですね。頑張れと。いろんな声があると思うけど、やっぱり若いんだし、しっかり頑張ってほしいという声が私には、直接来ていますね。とコメント。 記者から批判の声というのはと問われると県民の皆さんから直接そういったご批判を受けるということはあまりないという状況ですねと説明していた。さらに今のところは辞職に応じることはないと尋ねられると斎藤知事はこれから9月議会補正予算を含めて大事な時期ですので日々の業務をしっかりやっていきたいと発言。 前日の囲み取材時と同様に続投の意思を示したのだった兵庫県議会の全会派から辞任を求められる見通しですが今後不信任決議案の提出を検討している会派もあるといいますもし可決された場合斎藤知事は辞任もしくは県議会の解散を選択しなければなりません一方県議会議員選挙は16億円もの費用がかかると言われています しかも、県議会議員選挙は、昨年4月に実施されたばかりで、任期はまだ3年残っています。大阪府知事の吉村博文氏、49、も百条委員会での斎藤知事の説明について、兵庫県民の理解を得られるものではないと苦言を呈しており、今の状況で、斎藤知事に味方がいるとは思えません。いずれにしても、斎藤知事が県政を混乱させていることは、 間違いありません。社会部記者。各メディアが実施した県民へのインタビューでは、兵庫県の恥さらしとまで非難されている、斎藤知事。にもかかわらず、報道陣の前で、県民から応援されていると自負してしまう姿に、驚いた人も多いようだ。X やネットでは、あぜんとする声が相次いでいる。以下は視聴者からのコメントで、 兵庫県議会定数86人全員から不信任されそうなのに県民から応援のメッセージが来てるとか能天気なことを言っていたのだから不信任決議解散新しい県議会で不信任辞職の暁には出直し選挙に出馬してほしいどれほど票が集まるのかみんな興味があると思う民主主義的考えなら応援よりやめろ大半ならやめるべき彼の周りで本人に向かって やめろっていうう。方はあまりいないなと思うただ、今回、辞めさせずに、どこが間違いでどこは、どうなっているかを明らかにするには、百条委員会での、答弁は必要。辞めたら、うやむや。パワハラと、おねだりの材料は揃ったかに加えて、告発者ともう一人の、法への対応は、適切だったかどうかを明確にすべき。場合により、司法の場が必要かもしれない。そのために、 それを明確にすべき。全てが明らかになったら民意を問うべき。知事への激励が多いというが社交辞令的な感じだと思います。そもそも常識がある人は直接批判することはしないと思う。知事は自身の言動は間違いないという意識が強すぎて他人に否定されることを嫌う知事へ批判の声はスルーしていると思う。百条委員会で、 公益通報者保護法の改正に携わった専門家の意見を取り入れた質問も反論する始末辞職要求や出直し選挙も拒否しているのは県民からの信頼がないということを一番理解しているからだと思う全議員から辞職要求され不信任決議案の提出をされることになり知事が精神的に壊れてきているようにも感じる